3月26日生まれのももちゃんです。兄弟の中で一番体がちっちゃかったんでちょっと心配してたんですけど、コッコちゃんのところに来て、コッコちゃんの赤ちゃんと一緒にお乳を吸って暮らしています。あくびするんじゃなかった今。あ、コッコちゃんの赤ちゃんが見えた。ちっちゃいコッコちゃんの赤ちゃんがあくびしたわ。よいしょ、ね、一緒に暮らしてねんな。そこに最近黄色ちゃんもやってくるようになりました。ここの中とってもあったかいですね。本当に新生児の赤ちゃん仕様のお部屋になっています。ケージに、ケージって言ってもまあキャリーバッグですね。大きな大きなキャリーバッグに毛布を敷いて、電気座布団を入れて、でこうして毛布を垂らして隠しております。すると中がとってもあったかいですね。ちっちゃいね、ココちゃん、中ちゃん、ようやくお目目が開いてきました。本当にちっちゃいです。